福田里氏は大阪府岸和田市出身の元プロ野球選手。伊藤高校時代は甲子園出場を経験なし、東北福祉大学で高速スライダーを武器に抑えとして活躍。3年時には全日本大学選手権で最高主君選手、最優秀投手に輝き、チームを優勝に導いた。4年時には腰痛のため球威請求力が低下したが、 リリーフの補強を図る巨人が希望枠で指名。背番号は大学の先輩である佐々木和弘にあやかり22になった。2006年4月2日の横浜ベイスターズ戦でプロ初勝利を挙げた。しかし7月1日に2軍へ降格となりそのまま1軍へ再昇格せずシーズンを終えた。2007年5月1日に1軍登録。 同日の中日ドラゴンズ戦でプロ初先発を果たし、5回5失点で、勝敗はつかなかった。同月8日の阪神タイガース戦では8回1、失点の高騰を見せ、先発初勝利。その後は先発と中継ぎの両方で起用され、5勝を挙げた。2008年は2試合、2009年は公式戦9試合の登板にとどまり、これらのシーズンの大半を二軍で過ごす。 2008年シーズン終了後、中継ぎで対等した落ち大輔に背番号22番を譲り、59へ変更になった。2008年オフにはドミニカウィンターリーグに参加。2010年7月4日に中継ぎとしてシーズン初登板し、同月6日にシーズン初勝利。8月1日の広島東洋カープ戦で5回に、 三王無失点で先発でのシーズン初勝利を挙げた。この年は18試合に登板して3勝4敗、防御率3.68と一定の成績を残した。ただ、2011年は公式戦6試合の登板にとどまった。2012年5月16日のオリックスバファローズ戦で1回でマウンドを降りた、先発の急刻無く進むに代わって、緊急登板。 3回を無失点に抑え勝利投手となった。監督の原達則からは、福田緊急投板の方が良いピッチングをすると評された。その後もシーズン通して、ロングリリーフや勝ちパターン等様々な場面で起用され、投板数、投球回数、勝利数、脱三振数、防御率はホイップのすべてにおいて自己最高の成績を残した。 また、リリーフでの発祥はこの年のセリーグで最多であった。クライマックスシリーズでは3試合で3回に、3を1失点。日本シリーズでは3試合で2回に、3を無失点。契約公開では、年間を通じての活躍で、日本一に貢献したことを評価され、年俸は3倍増、背番号も29に変更された。2013年は、持病の腰痛で出遅れ、 6月4日に一軍昇格。しかし、前年と比べ成績を大きく落とす結果となった。2014年は、右肘の手術分けの影響で12試合の当板にとどまり、防御率は自己最悪の9点台に終わった。2015年プロ入り初の一軍当板なしに終わった。10月5日、球団より福田が野球賭博に関与していたことが発表された。これは、 チームメイトの笠原正樹の知人を介しての行為で全国高校野球選手権や巨人の試合、メジャーリーグベースボールなど国内外の試合に関して賭博行為を続けていたとしており日本野球機構の熊崎勝彦コミッショナーに告発したほか福田と笠原の2名が謹慎処分を受けていたことも発表された。さらに福田は笠原と共に 知人男性とかけまじゃやバカラなどの賭博を行っていたことも明らかにされている。球団は11月9日に契約解除の方針を決定。翌11月10日には、熊崎コミッショナーは、笠原、松本達也と共に無期失格処分とすることを決定し、黒い霧事件以来の野球賭博による処分となった。これに伴い、福田、笠原、 松本の3名は今後処分解除がされない限り、プロ野球界での活動は一切できず、NPB と提携している海外プロリーグでも契約できない。また、球団職員等に就く場合も協約に基づいた手続きをして処分解除を受ける必要がある。独特のフォームから平均球速約時速 144km、最速時速 155km の速球を繰り出す。 ありがとうございます。